こんにちは。先日お誕生日を迎え、一つレベルが上がったバイオリニストの志村葉月です。今日はお誕生日当日のお出かけの様子をちらっとお届けします。どうやらこの日は手ぶらですね。バイオリンを持っていません。この日、都内の気温は40度。灼熱の太陽から逃げるようにどこへ向かうのか。向かった先は日比谷シャンテで開催中のバラと侍2衣装展。私、志村葉月の趣味は感激です。趣味の入り口は中学3年生の時に見たバラと侍五右衛門ロックオーバードライブでした。そして昨年2022年には続編となるバラと侍2が大旋風を巻き起こしました。そしてこの度、本作の激シネ公開を記念して舞台衣装が日比谷シャンテに期間限定で展示されるということで、これは見逃せません。またみんなで選ぶアンヌ様のお衣装というツイッター企画にもちゃっかり参加しました。アンヌ様のお衣装はこちらの7着からファン投票で選ばれた上位4着が展示されているとのこと。またチラシを呼び込むと、日比谷シャンテでお買い物をして指定された衣装の写真を撮影するだけでオリジナルコースターをゲットできるということで、まずは日比谷シャンテに1000円以上のお金を落とすというミッションにチャレンジ。地下2階の中華めいめいで海鮮タンメンと三色小籠包を美味しくいただきました。お腹も満たされたところで、いよいよ衣装店へ到着しました。アンヌ様と石川五右衛門様を拝みます。特に後ろ姿はまるでご本人がいらっしゃるかのような錯覚に陥るほど神々しい存在感がありました。劇中で使用された小物の展示もあり、何周しても新しい発見があり、立ち去るタイミングを見失って右往左往してしまいました。会場ではグッズの販売もありました。衣装を手掛けた前田彩子さんは本作で読売演劇大賞スタッフ賞を受賞されました。緻密な細工の豪華絢爛なお衣装を至近距離で食い入るように心ゆくまで堪能させていただきました。この日のミッションで指定されたお衣装の写真をしっかりと収めてミッションクリア。無事めでたくコースターをゲットすることができました。衣装展は8月24日まで開催されています。激シネ版のバラと侍2は8月4日から全国の映画館で上映されます。ということで、今回は趣味全開の動画でした。次回の動画もお楽しみに。